整備中の910号910号土佐電機、鉄道910系電車は、土佐電交通に在籍する路面電車車両である。2014年10月1日付で、土佐電機鉄道が、土佐電ドリームサービス、高知県交通と経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い、土佐電機鉄道から土佐電交通に承継された。 1990年より路面電車活性化のために始められた外国電車導入の一環として、土佐電気鉄道時代の1994年3月17日に運行が開始された。元ポルトガルリスボン市電であり、現地の工場で1947年に製造された。なお、この形式が現在のところ土電が導入した最後の外国電車となっている。 車体は12メートル級に扉の普通構成となっている。土佐電気鉄道での運行を開始するのに先立ち、桟橋工場で以下の大規模な改造工事が行われた。これらの改造で車体のほとんどの部分に手が入り、かなり車体申請に近い形となっている。内装はリスボン時代に比較的近く赤色の転換クロスシートが並んでいる。車体塗装は リスボン時代のドッグフードの全面広告塗装と全面を除き同じものとなっている。機器類はイギリス製でリスボン時代のものが引き続き使われている。蒸気のような改造により土ンが保有している。外国電車の中では仕様が比較的他の一般車に近くなったこともあり、外国電車の中では最も稼働率が高い。口術の通り2009年より定期運用を休止しているが、 2012年には、土休祝日限定ながら運行が復活している。桟橋線高知駅前桟橋通り五丁目間を中心に運用されていた。2009年1月より IC カード乗車券、デスカが導入されたため IC カード対応機器の設置非対応だった本形式は定期運用から外れている。ありがとうございます。